だってゲームだって。なんか嫌な。なんかそんなアホみたいなの嫌やね。まあいいけど。ああ嘘。専務と遊ぼう。48の小田美優です。今日も専務と楽しく遊びましょう。専務よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして本日もゲストに上吉貴さんにお越しいただきました。お願いします。毎回毎回どうもです。おーイエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいやろ、はい、全力運営ね。全力運営です。何回見ても最高です、はい、今日は何をしますか、はい、そろそろお昼になったので実際リアルにお腹も空いてきたので、はい、お昼ご飯を食べましょうということで、大学といえば学食、はい、ということで第二学食というところで、はい、まあ、なんかここでね、はい、やるらしいんですよ。せっかくなんか番組なので、はい、だってゲームだって。なんか嫌な予感。とりあえず学食の中に入ってきました、はい、上ちゃんも美桜ちゃんも学食って何年ぶりですか。私は大学行ってたんで、そうなんです。ちなみに学食はどんなもの食べてた？一番好きなメニューは、うどんのネギと天かす抜き。うどん、はい、あ、そうなんですよ。食べれなくてネギとかもずっと食べてました。はい、上さんは？僕は大学全部落ちてるんで、はい、だからロケで来たぐらいです、はい、ロケの時は学食食べるんですか？あの、そうですね、たまに学食を、ね、あの宣伝するみたいな、はい、何食べました？その時、え、これどっちやろ、大喜利？いやいや、リアルに、リアルに。多分、カツ丼です。普通やね、はい、それは大喜利やった。なんか欲しかったけどね、はい。あの、今からゲームするって聞いたんですけど、はい、何するんですか？今から値段の、隠したメニュー表を皆さんに見ていただきます。で、600円になるようにご自分でメニューをこう選んでチョイスしてみてください。それ食べれるんですか？はい。おお、一番数字が近い人は勝ちで、一番離れてる方には罰ゲームを用意してますので。ほら、簡単だ。うわー、じゃあ、あの600円に近づくために食べれるもんが食べれるってわけじゃないんですよね。食べたいものが食べれるわけじゃないんです。ゲームに勝つか食べたいものを食べるか。厳しい。厳しいね。ね、うん、なんかそんなアホみたいなルール嫌やね。まあいいけどね。いっぱいあるけど、でも学食ってお安いですもんね。基本はね、はい、600円やろ、ね、どんぶりとうどんぐらい600円になるんちゃうかな。カツ丼と、うん、めっちゃ、はい、あの、うち自家食堂で唯一カツ丼ないんで。運営食堂やってたんや。中村食堂、朝9時から夕方15時までやってますけど。そうなんや。カツ丼と、あとうどんかな、エビ天うどんで600円かなと。カツ丼とエビ天うどん、めっちゃ、はい、すごいな。結構いけますね。学食やからね。何度ぐらいかな。僕はね、まあそうやな、まあ、それに勝ちに行かなあかんからね。あ、でも専務ここの、いや全然大学の教授だったら知ってるんですか？一人ほらバーッとまとめて食べさせてるから、僕はいちいち食券なんか買うことないからね。あ、なるほど。そうか、いや、あれなんちゃ絶対安いはずやねんな、サービスやからな。となると僕はでも2つも取ることないから、じゃあ僕カレーにカツのせ、はい、カツのせ、はい、カツがあるはずです、確か。1個ですか？1個です。いや、どうしようかな。何でも2個でも見せたら10個頼んでも大丈夫で、まあ600円では無理やな、10個はな。あ、うん、そう、普通に唐揚げ定食にします。おー、はい、1点で、はい、1点まで、はい、ということで、はい、メニューを飛んできたい。おー、なんやろ、ドキドキする、なんやろな。さて、ごちそうさま、お願いします、お願いします。お、なんか、あ、なんかムカつくのが来たみたいな。あー、嘘、誰、あー、やったー、僕1位、嘘でしょ、やった、700円、700円、ほら安い、
立つで500円オーバーなだけ、ね、ちなみにカツ丼が420円安で280円。今は映像は通丼ですけど、はい、700円。安い、やった安い、嬉しい。うわ、2つ頼むんです。そうか、なるほど。じゃあ2位の方のランチを運んできますので、はい、セルムと2位の方は目を閉じてください。わ、まあ匂いでわかるよね。匂い、つまりはカレーやったらカレーの匂いするし、イエちゃんやったらあんまり匂いせえへんし。確かに。じゃあ目を開けてください、どうぞ。やったー、 あー嬉しい。ミュウちゃんのです。ミュウちゃんのですね。これは唐揚げ定食、これはいくら？嬉しいです。480円。僕らもっと安いの？120円。社額120円か。すごいね、20の差やって。はい、どうぞ、はい、どうぞ、はい、やった、嬉しい。じゃあ私が一番貧乏人の食べ物は何？いやいや、なんていうこと言うこれはいくら？カツカレー。え？普通？めっちゃ美味しそう。これ420円。420円。180円。へえ。うわ、じゃあ罰ゲームは全部。やったー、一番貧乏な私がビリビリ受けるじゃあ罰ゲームはどうしましょう？みゆちゃんに考えてもらえれば。はい、私の持ちネタのスプーっていうのがあるんですけど、それを専務に可愛くやってもらいたいな。全力で可愛いポーズ。全力で可愛くプーってこうしてプーこれを島です。これを全力でプーは言っていいですよね。プーぐらいは、はい。じゃあいよ準備いいですか、専務。専務お願いします。ブー怖い怖い怖い可愛いよ。怖い怖い、ブー初めてや。怖い怖い。そう、もっと可愛くじゃブーって持っていいですか。あー可愛いなんか鳥肌立ったよろしくお願いします。セーム最後に締めの一言お願いします。はい、学食ほんまに安かったら驚きました、ね、いや、よかったですね。あのご飯屋さんからの目から見てどうですか、この値段やってられる？いやいや、これもやってられない、リーズナブルすぎますね。すごいです。素晴らしいです。2つで700円。では今から、はい、食べます。はい、いただきます。いただきます。でもトンチンカン、専務は喋ると止まらない、候補喋